どうも、ザウスクラスと申します。はい、ねえ、まあ、僕らザウスクラスと申しましてね、はい、双子でやっているんですよ。そうなんですよ、ね、双子でね、こうやって漫才してますけどね。ざわざわありがとうございます。ございます。ねえ、ねえ、こんな感じやってますね。どうですか、似てますか。正直似てます、うん、どうですか。まあ、顔もなく、不可もなく。ああ、謎の拍手ですね。でもね、似てないって方もいらっしゃるんですよ、これ、はい、あ、まあそうね、しょうがないですよ、これね。はい、なんでね、メガネが違うんですよ。あ、ちょっとね、違うんです。そうなんですよ。だから、メガネを外すと、はい、より似るんですよ、これがね。似ますからね、外してみますね、はい、ね、いかがでしょうか。どうですか、生まれたてですよ。かもなく、不可もなく、ね、でもね、はい、本当に目がね、本当見えないんですよ、まあね、モザイクがかかったようなんですよ、こうやって、ね、ちょっとそうなんですよ、はい、今日はイケメンと美女が多いですね、これね、まあ、かけたらそうでもない。ウィーン、まあ、若干ちょっと温度差がすごい。温度差がすごい。はい、変じゃないよ、ね、かけなさい、あんたもね、はい、まあ、こんな感じでね、はい、どうですか、これ派手なジャケットでやってるんですよ、これね、うん、まあ、ちょっとおしっこみたいな色をしてるんじゃないよ。汚いですからね、はい、いや、でもね、本当人によく言われるんですよ。何が、ね、二人の顔見ると花がないなんて言われるんですよ。まあ、お察しの通りだと思います。お察しじゃないよ、冗談じゃないよ、本当にね、もうやばい人、やばい人じゃないですからね。見てくださいよ、二人の顔ね、はい、顔の中心に花があるじゃないですか。ぶち込め、ダサい、ぶち込め、あと2、3回行ったら帰りますから、帰りますじゃないよ、お前さ、なんでボソボソいいんじゃない、ちゃんとやれよ、ほんとに。このよ、出ましたよ、皆さん、あの、なんですか、これ。いや、おいおい、指パッチンツッコミですよね、これね、ほんとにね、急に妙なものぶっこんできた。妙なものじゃないよ、流行ってんだよ、浅草で、こうやって、おあの、皆さん楽しいですか。楽しいですかね。我々しか楽しくないのか。あ、そう、ね、うん、こんな感じで帰れないから、はい、見分け方ビシッと言って、これ次に渡しますよ、ね、これだけは皆さん覚えて帰ってください。いや、お願いしますよ、ね、口元にほくろがある方が僕弟で、うん、あの、前科がある方が兄なんです。捕まってないわ。終わりです。なんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。